ようと思います。笑顔ですよ。これで前髪の、こんばんは、大丈夫。家の中でもめっちゃ寒くて、こんばんは。今日もお疲れ様でした。るわ。すまんぬがぬ。明日もあるので。遅くねさ、寝たのになんで今日の夜早く起きたんじゃろってぐらい起きた。早めに体休める。そう、に こんばんは。今日ふなんか普段もなんか、あ、疲れが取れ、なんでなんじゃろ。今日使う、わかり、同じ会日曜日かない。あー、でも月曜か。あった、もうとてつもなく今日だ、今日が疲れたんだみたいな。もう今日という日に別に何の罪はないけど、今日私はそれぐらいのことをやりきった時、ああ、もうそれはもう今日疲れたもん。からいっぱい話して、こんばんは。楽しくない。まかりの会も、ま、疲れたみたいな感じだった。ほんまに。プルプルすぎる。で、今週が山、うん、天ぷら食べ、こんばんは。前髪が目に入る。
コアちゃん、今日もこ、今日もいらっしゃい。唐揚げ、唐揚げ食べてないって。てか、唐揚げ食べてないんですよ。ほら。なんかちょっと分厚くなった。唇が謎に。夜桜を見て屋台の広島焼き食べた。え？いいの？待って。ずるーい。なんで知ってるでしょ、私がお花見行きたいって思ってることを。ねえ。悩み。めっちゃ眠たい。笑顔ですよ。こういう時こそ笑顔だ。お花見じゃなくてもお花見来てみる。違う。おいやーも。元気出すための。桜とお好み焼きを同時にね楽しむことがまた眠さが満開体力 2% の中配信ありがとう。美味しくすぐ感じ。私の充電ですか。携帯はね、ちょっとね、配信始まる前にちょっとした。私は HP3。目が赤くなった。目描いたけ。待って、やばい、花粉症だ。待って、ちょっと待って、ちょっと待って制御してみる。いや多分ね、我慢できるから。我慢できる。だけなの？いや、全然痒くないし、全然大丈夫。
や、もう全然花粉症じゃない。マジもない。あ、あの前髪が伸びたけ。もう全然全然。全然大丈夫。そうモニター、そう前髪がマジで入るんよ。モニター見すぎ、そう携帯の画面見すぎ、赤いんですよ目がね。やばいなご、いや大丈夫、本性と決着をつけようとしてるところ今。いや自分だから私が認めたら負け、でも負けなんだけど全然花粉症じゃないから。で鼻かゆいと思ったし、あの目かゆい、花粉症か、いや違うよ、花粉症じゃないんです、花粉症じゃない、声もかすれとる。いやそれそれいつもだって、それ元から全然かすれとる。なんかそれなんか自分がそう、でもなんか最近ねアニメでね、からこそ初めて強くなれるみたいな、成長するみたいなね、そういうことを学んだんですよ。だから受け入れるべきか、全然かゆくないし、全然もう鼻も目も、さすが負けすぎそうなんで、さすが負けすぎない、大丈夫、頑固やなでも全然大丈夫だから、そう大丈夫、諦めたらそこで花粉症、諦めたらそこで試合終了です。確かに下の下にアレルギー物質を入れ、痛そうじゃないそれ。そろそろエイプリルフール用におもろい嘘考えとかんと。え？エイプリルフール嘘ついていいの午前中だけよね。お話し会があるね今日、買いました。え、私コンビニに買いに行ったけどなくて、見逃したのかな、なくて、そうアイスボックスないって思っちゃった
チアココア優勝してました。アイスボックス応援部チアの服暑くなったらいっぱいあれですよ。一番ハマってる。フレフレ全力フレフレ。わあ。照れたの？この間のでチアの全国大会やってたね。え、チアの全国大会 STU アイス外で反省会そんな簡単なもんじゃないよ多分。なんか広瀬さんかなあれ、え、なんだったかなあれ、チア団って知っとる？チア団、そう、チア団、チア団、チア団をね見たことがあって、そう、もうすっ思ったね、すごいガチゴチのガチじゃけチア団、チア団、チア団見て泣いた、いっぱい泣いた、何回も言っちゃった、チア団。映画の方、そう、スポコンって感じだった、スポーツ根性、笑顔ですよ。広瀬すずさんの映画、チア団泣ける映画、泣けたけどね。めっちゃ体力いりそう。アイドルもコンサートするときはね、こうめっちゃ使う方だと思うんですよ。持久走はねめっちゃ速かったもん私。さっき5%ぐらいの、これも寝たら一番ね、ないよね。プロ野球か。カニカマ、カニカマってカニ入ってないの？そうなの。ちくわ、ちくわ、カ
カニカマって何でできてんの？今アイスポッコ見て魚の刺身かまぼこじゃね、それはただのすり身だって。だったってタラ。そう言ったらあれだけど、タラタラ。タラだって今日からこれはタラだってみんなでさ、そういうことでしょ。だからからおー、なるほど。とたらふくって言うんかねってなっちこいほー。みんマンボウをマンボウって名付けた人は天ねえ、どっからマンボウだと思ったんじゃろ、あれを見て。あ、たらふくなくは腹、あ、そっか、もういっぱい食べたらお腹いっぱいっていう意味かな、たら。こんばんは、今日も来ちゃった。あー、もうせ多分ね、かわはいハグするんだよ。どういうこと、どういうこと。食べるの？いや、食べれんね。魚へんの感じ。この辺の感じそんな書けんよ。恋ちょけど、
だ。もう本当にでもショートした頭が。もう正解はもう楽勝じゃけえ。そんなげんかった、無理だ。あーもう恋しか、くそ、それは意地悪じゃわ。いやですね、お金が飛ぶ勉強、それがいい。え、待って、今何時？もう寝る寝る。明日はもう7時に起きんといけんけん、もう そのせいでもう眠くなった。もうあの睡眠導入どうしよう、なんか寝れんくなってきたなと思ったら魚のこと思い出すわ。魚へん魚へん。なんだっけっていうな、言うまま寝るわ。こういうし、そういう話の流れに持ってってくれて、何入れた12位タクゾ、11位ノッシー、飯田ひろゆき、6位ヒラリー、5位マキ、6位バーシ、ありがとうございました。明日も頑張っていきましょうね。おやすみなさい。またね、明日また配信します。バイバイ。